皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年3月20日に LINE キューブ渋谷で開催されました名手様限定アコースティックお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。私はアコースティックお給仕に帰宅するのは初めてですので、どんな感じなのか、何を着ていけばいいのか、どういう感じで見ればいいのかとかいろいろわからない状態でしたが、とりあえずだいぶ以前に買った白のシャツと KTZEP 横浜で購入したコーチジャケットを着て、いつものように当日移動で朝自宅のある大阪を出発します。もう驚きませんが、ずっと晴れてたのにこの日だけピンポイントで雨です。もう偶然とは思いません。新大阪から品川まで新幹線で向かうわけですが、3月16日の JR 新ダイヤから新幹線は完全禁煙となり喫煙ルームがなくなったとのこと。私は喫煙者なのでかなり辛いですが、まあ時代的に仕方ないかなと思って2時間半我慢します。品川から渋谷へ山手線で向かいまして、渋谷に着いたのが11時過ぎでした。大好きなのに関西にはないので行けなかった蒙古タンメン中本に行きまして、なんか券売機が難しくて適当なのを頼んでいただきました。でもやっぱり美味しかったです。それでまだ少し時間が早いので、せっかく渋谷に来たのでマルキューを見てみたり、スクランブル交差点を渡ってみたり、ハチ公を見たりと、一応お上りさんコースを巡ってラインキューブ渋谷へ向かいます。この時はまだめちゃくちゃ天気が良くて暑いくらいでした。会場に着いたのが12時半くらいだったのですが、すでに物販列ができてましたので私も並びます。60人くらい並んでたと思いますが、半分近くが海外組でしたね。それでついさっきまでめちゃくちゃ晴れてたんですが、雲行きが怪しくなってきます。もう驚かないですが、ここまで来ると自然界の統計から外れてると思いますね。と言いつつ、サイちゃんが本領発揮するのはもう少し後になります。物販開始時刻の少し前、ついに雨が降り出します。スタッフの方が優しくて、列を屋根がある会場の前に移動してくれます。それで私は事前にオンラインでほぼほぼ買ってましたので、コバトポイントの正式版のロンティとロゴクッションとくじ10枚購入しました。今回も赤い文字は見られませんでした。物販購入したので近くに取ったホテルにチェックインして荷物を置きます。スマホとかを充電しながら天気予報を見ると、もう雨は止む感じでしたので、万目傘を置いておくことにして再び会場に向かいます。今回もニッシーさんの集合写真がありましたので、みんなで写真撮ったのですが、今回は人が多かったですね。しかもサプライズもありで感動的でした。だんだん人が増えるので5回くらい撮ってましたね。それでいよいよ入場待ちとなるわけですが、今回は指定席なので順番に並ぶ必要はない感じです。私のチケットは1階22列11番とまあまあな席です。並ぶ必要がないので他の大名手様たちと話をしていたら、なんともう降らないと思っていた雨が降ってきます。傘をホテルに置いてきたのは完全に失敗でした。しかもみるみる雨足が激しくなり、ほぼ土砂降りと言ってもいいくらいになり、風もすごくて気温も一気に下がり、さえちゃんを見くびっていた自分を反省しながら他の名手様の傘に入れていただいて、なんとかしのぎました。ご迷惑をおかけしました。土砂降りの中外に並びたくなかったので、会場前の屋根のあるところで待っていたのですが、ここはみんなが入場した後最後に入る形になります。待っていると全然入場列が途切れません。お名手様限定お給仕なのにこれだけ入るのかという感じでした。それでいよいよ会場に入りまして、ライブハウスではないので握りしめていた600円のドリンク代はいらないことに気づき、指定席なのでゆっくりと歩いて席に着くと、遠いですがステージはよく見える感じでした。最後の方に入ったのでもう皆さん結構着席されてまして、この全員が着席している状況は去年のガーデンシアター以来ですので、なんか新鮮です。位置的には下手側、いつもなら店さん前という感じでした。17時半定刻となり、どんな感じで始まるのかとワクワクしていたら、少し透けている幕の向こうにもう晩目さんたちが座っているのが見えます。会場からの拍手とともにアコースティックギターの音がジャーンとなり、幕が上がってきながらサイちゃんが歌い始めます。1曲目はなんとアローンです。アコースティックでのアローンは初めてです。ボーカルとアコギだけのしっとりした感じでサビから始めるという構成で、本来のイントロになってドラムとベースが加わります。今回はあーちゃんが一番下手で横を向いてステージの中央を向いている感じ。その隣が小鳩さんで、その隣の少し奥にミサさん。真ん中上手寄りにサイちゃん。
一番上手が民調という配置で、ステージのバックが森のような背景になっていて、森の中にメイドの妖精が座ってる感じというか、なんか幻想的なステージで、もう最初から感動してアコースティック呼吸時の世界に入り込めた感じになりました。それであーちゃんが横を向いているので、もう美しいとしか言いようのない手首のしなやかな動きがはっきり見えて、アコースティック呼吸時なのにあーちゃんから目が離せない感じになってしまいました。特にアローンのドラムは大好きなので、もう最初から瞳孔を開きっぱなしのテンション上がりまくりとなりました。音響的にもすごく良くて、アコギの音も綺麗に聞こえますし、ドラムもベースもいつもと同じくらいの響きです。それでなんといってもオンラインアコースティックの時もそうでしたが、サイちゃんの歌のうまさというか、声が最高に響き渡ります。アローンがこんなにしっとり聴ける曲だとは思いもやらない感じでしたし、サイちゃんがまさに歌い上げる感じで、銀蝶もコーラスしてたと思うのですが、もう本当に聞き入ってしまいました。座ってはいたのですが、体は動いてしまいましたね。アローンが終わって、会場はどういう反応していいのか少しわからない感じで、大きな拍手でしたね。続けては、オンラインアコースティックでもやってくれたノーゴッドです。そもそもノーゴッドをアコースティックでやるという発想もすごいですが、これはこれでいいんですよね。ミンチョのギターがめちゃくちゃかっこいいですし、ソロも含めたミサさんのベースがすごかったです。アコースティックだけどドラムとベースの響きがすごいので、いつものお給仕を見て聴いているような感覚にもなりました。アコースティックの時にドラムの横につけられる、名前はわからないのですが、シャララーンって鳴らすやつ、ウィンドチャイムって言うんですかね。私的にはあれをあーちゃんが鳴らすところが大好きで、ついついガン見してしまいました。曲終わりで拍手だけだとこちらの感動が伝わらないかと思い、歓声も上げるようにしました。ここで最初の MC となりました。いつも通り小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様バンドメイドですっぽーで始まります。それで小畑さんが初めての有観客でのアコースティックを求じと言いかけて、初めてじゃないっぽねみたいに訂正します。でもものすごく久しぶりということで、久しぶりのアコースティックを求じですっぽーで会場は大歓声となります。その後、前回はコロナ前のツアーファイナルでここに来たけど、今回はお名所様だけで、しかもアコースティックでソールドアウトできてありがとうございますっぽーみたいな感じのことを言っていたと思います。そう言われればそうですよね。こちらとしても帰宅できてありがたい感じです。なんかお名所様だけという安心感というか一体感もありましたね。それでサイちゃんが、いつもは私たち激しい感じじゃないですか、でも今日はみんな座ってしっとり聞いてくださいねみたいに言ってくれます。それで小畑さんのこの素敵なステージと素敵なご主人様お嬢様と一緒に素晴らしいお給仕にしましょうぽ、楽しんでくださいぽという振りで次のセクションに入ります。カタルシスです。いきなりミサさんのベースのドライブがすごかったです。これはオンラインアコースティックでもやってましたが、生で聞くと痺れます。今回は全体的にですが、 BPM がオンラインアコースティックの時より早かったような気がします。気のせいかもしれませんが、このカタルシスも私が大好きな2メロのサイちゃんの少し早口になる感じのところも通常版のようなノリで聞けました。あーちゃんのシャララーンも堪能できましたし、小畑さんのコーラスも綺麗でしたし、ミンチョのアコギでのソロも味わい深かったです。次がワンダーランドです。もうサイちゃんのファルセットがすごすぎました。小畑さんとひょっとしたらミンチョも加わってのコーラスもめちゃくちゃ綺麗でしたし、本当に鳥肌が立ちました。最初にも言いましたが、ミサさんのベースの響きがすごくて、いつものお給仕よりもベースが際立っていたように思います。あーちゃんは相変わらず美しいドラミングで、もう目と耳が忙しかったです。確かここで一旦みんながステージからはけて、サイちゃんだけになります。サイちゃんがどうですかみたいに聞いてくるので、当然会場からは最高の声が上がります。それでいつものお給仕と違うのでみんな戸惑ってるかもしれないけど、声出したり歌ったりしてもいいよ、でも今夜はゆっくり座ってみていってねって言ってくれます。この時のサイちゃんの言い方はなんかすごく可愛かったですね。それでステージを見るとキーボードが出てきます。会場がどよめきましたね。でサイちゃんらしくあえて靴脱ぐねみたいに言って、会場は笑いに包まれます。サイちゃん曰く、横ありで盛り上がりすぎだったみたいなことを言って、また会場は楽しい雰囲気になります。それで確かこの時だったと思いますが、天気が悪かったみたいだけど私のせいじゃないからねみたいに言ってましたね。いやいやそれは無理がありますよね、晴天から土砂降りでしたから。なので確かこの後に、私がバンドメイドにいるから仕方ないみたいなことを言っていたと思います。自覚があっていいですね。それで横ありでも披露してくれたチューズミーが始まります。今回くらいは失敗してくれてもいいかなと思ったのですが、完璧でした。
ピアノ弾きながらなのにものすごい力強いボーカルでよくできるなぁと感心して聞いてました。横アリでもそうでしたが、なんか泣きそうになりましたね。何なんでしょうこの表現力というか、ピアノの音色も美しいですし、もう心が浄化された感じがしました。会場もみんな聴き入ってるという感じで、サイちゃんがひたすら神々しかったですね。横終わりでサイちゃんが横ありでもやったけど来た人って聞いたら、当然みんな手が上がって2回目だねみたいなことを言ってました。でどうだったって聞いてきたので、当然最高って声が上がります。それでサイちゃんがかなみちゃんカモンって感じで民調を呼びます。するとミンチョが上手からギターを弾きながら出てきます。じゃん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 って感じだったのですが、ミンチョが言うにはサイ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 ちゃんだったか、サイちゃんサイちゃんサイちゃんって歌いながら弾いてたみたいです。サイちゃんの歌爆弾です。それでミンチョがなんか照れる感じになったのですが、サイちゃんがお名刺様限定だからいいよねって言って会場も拍手です。それでミンチョがいつもと違ってアコースティックなのでドキドキしてる、みんな緊張ほぐしてって言ったので、会場からは全力で手を挙げて雄たけびみたいなのが上がります。するとミンチョが本当に緊張がほぐれたって言ってお礼を言ってくれて、次の曲に入ります。ディファレントです。オンラインアコースティックでもやってくれてましたが、アコギとボーカルだけでこの曲を表現できるってすごいと改めて思いましたし、ミンチョのコーラスも生で聴けましたし、シャラップも聴けましたね。いつもエレキギターで弾いてる人がアコギ弾くのって難しいと思うのですが、ミンチョのアコギって本当にすごいと思います。音が完璧に出てますし、単にうまいのではなくてすごく味があります。そうですね、すごく美味しい料理をいただいているような感じです。サイちゃんのボーカルとともに聞き入れました。曲終わりでミンチョが楽しいみたいなことを言って、本当に楽しそうだったので、こっちも本当に楽しい感じになりましたね。でサイちゃんが横ありでもやったけど、このホールの響きもすごくいいみたいなことを言ってたと思います。確かにすごく音の響きが良かったです。それでここでミサさんが呼ばれます。サイちゃんが右手を胸に当ててくださいって言ったので、言われた通りにやると、サイちゃんがミサ様降臨ですって言ってミサさんが入ってきます。で促されてミサですって言うのですが、もうミサさんが喋っただけで会場は盛り上がります。私は言ってなかったので知らなかったのですが、このミサ様降臨はベースの日にミサさんが出た時に言われた言葉みたいで、サイちゃんがすごく気に入っているのでやってみたって言ってました。でこの3人でやるのは久々みたいな話があって、確かこの辺りでミンチョがライブって言って慌ててお給仕と言い直したのが可愛かったです。で前回がいつだったかということで、サイちゃんはここっていうのですが、なんかミンチョと意見が分かれるみたいになって、会場に聞くと有楽町って声が上がって、そこでもやったけどここなのってサイちゃんが押し切る形になります。それでミンチョがそこからはパワーアップしてるって言って会場は盛り上がります。それで始まったのがマナーズです。オンラインアコースティックの時はミンチョとサイちゃんだけでしたので、ミサさんが加わる新バージョンです。やっぱりベースが入ると深みが出ます。しかもハイフレットでガンガン攻めてくるベースでしたのですごかったですね。相変わらずサイちゃんのボーカルもすごかったです。それでミンチョが次の編成ですって感じで、まず小鳩さんが呼ばれます。でサイちゃんがもう一人呼んであげてみたいなことを言って、あーちゃんって感じであーちゃんが呼ばれます。それで入れ替わりでサイちゃんとミンチョがはけたので、小鳩曲が来そうです。小鳩さんがミンチョの真似をしてすごい緊張してるっぽみたいに言うのですが、会場は信用してなかったですね。それで確かこの時だったと思うのですが、小鳩さんが横から見るあーちゃんは珍しいみたいなことを言って、あーちゃんがそれを受けて、いつもは一番後ろなのでみんなの後頭部を見てるわけじゃん、でも今日は私の後頭部を見る感じみたいなことを言います。でも横向きなので小鳩さんからは後頭部は見えないぽーって言われてしまいます。でなんか小鳩さんがミサさんに話を振ったのですが、ミサさんが緊張するって言ったので、会場からまた歓声を上げて緊張をほぐします。で今日はお名所様だけなので優しい心で見てくれるはずということで曲に入ります。さよなきいどりです。小鳩さんもやっぱり歌うまいですね。オンラインアコースティックの時も思いましたが、ミンチョがいない状態でギターは小鳩さんだけなわけで、それでバッチリ演奏できてるのはやっぱりすごいことだなと思います。アコギはごまかしが効かないですからね。小鳩曲はドラムとベースがどれもすごいので演奏も堪能できました。アコースティックの時は小鳩さんのファルセット解禁なので、最後の高音も無理なく出てましたね。少し残念だったのはあーちゃんのコーラスがなかったことですかね。でもアコースティックのさよなき鳥は最高です。小鳩さんの可愛さがいかんなく発揮されてると思いました。
ここでせっかく呼ばれてきた3人が吐けて、またサイちゃんとミンチョの2人になります。サイちゃんも意外だったでしょみたいな、いたずらっぽい感じを出して始まった曲がコラリウムです。もうめちゃくちゃ好きな曲なので、アコースティックでやってくれたら嬉しいと思ってたので大興奮でした。これも初のアコースティックアレンジなわけですが、サイちゃんのボーカルが際立ちます。原曲はかなりスピーディーな感じの曲だと思うのですが、ものすごくしっとりした感じにアレンジされていて、もう全然違う曲なんですけど、やっぱり大好きなコラリウムなんですね。ミンチョのコーラスもなんか大人っぽい感じというか、サイちゃんのボーカルと合わさってなんか生めかしい感じというか、もう全身で聴いていた感じになりました。でサイちゃんがいかがでしたでしょうかみたいなことを言ったので、多分会場もコラリウム好きな人たちばかりだと思うので、最高の歓声が上がります。ここでみんなが出てきて MC になります。いつもは好き勝手に喋ってるけど、今日はみんな座ってゆっくり喋れるので台本があるとのことで、コバトさんが台本を開きます。サイちゃんが今日は大人の時間、大人のバンドメイドの時間って言ってたような気がします。十分大人ですけどね。で台本を見て小畑さんがなぜか自己紹介するってなりました。でどんな感じでやるのかなと思ってたら、まずさえちゃんがボーカルさゆきですって超普通に自己紹介して、ミンチョがギターの花見です、推しはさゆきですといつものミンチョ節です。でミサさんがベースのミサですってめっちゃちっちゃい声で言ったら、会場から笑いが起きて、なんか失礼なって言ってたような気がします。それであーちゃんがアカネのドラムですってボケてくれます。おめえす様なら絶対知ってるラジオでの時のやつですね。で小畑さんから自分のネタみたいにしてるっぽーって言われます。それで改めてアカネ担当のドラムですって言って会場爆笑です。それで最後に小畑さんがギターボーカルの小畑ですっぽーって言ったのですが、さえちゃんから小畑何さんなんですかってツッコミが入ります。でこれはさえちゃんのネタだと思うのですが、小畑さんが小畑ミクと申しますって言い直したら、コバトクルッポミクさんじゃないんですかっていじります。コバトさんはクルッポはミドルネームじゃないっぽって感じでふざけて自己紹介は終わります。それでお名手様の会スペシャルトークって感じでコバトさんが宣言して、10周年の年を振り返るということになりました。それでコバトさんがお正月のガーデンシアターで始まってって言ったら、すかさずさえちゃんからお正月ではないってまた突っ込まれてました。でも小鳩的には1月9日はまだお正月だっぽということで押し切ります。それで3月からのツアーの話になって、熊本で小鳩さんが超緊張していた話が出て、その緊張があまりにもすごくて10年やってきたとは思えないほどだったということで、メンバーの中では2ヶ月くらいネタになっていたらしいです。でみんなも地元回ったという話になったのですが、さえちゃんが私は生きてないけどみたいになります。確かに山梨はなかったですよね。でも生まれて少し育った町ということで大阪は行ったよねということになり、ミンチョもお母さんの実家が秋田ということで、行きたかったので行けてよかったって言ってましたね。それでツアーで80曲以上やったという話になり、会場から大拍手です。本当にすごすぎです。それでも溢れた曲がいっぱいあるとも言ってましたが、それもすごいですね。サイちゃんが10年の重みを感じるみたいなことを言ってたと思います。それで海外も2回行ったということで、会場の海外お名所様に手を挙げてもらったらたくさんいましたね。私のお隣の方もそうでした。あとフェスもたくさん出たということで、一番印象的なのはとサイちゃんに聞いて、まあ当然あれだと思うわけですが、サイちゃんがあれだよって期待通りの答えを言ってくれます。でなぜかミサさんに言わせるのですが、ミサさんは例の低い声でロラパルーザって言って会場を終わらせます。初めての60本の尺だったのですが、MC なしで行こうって言ったのはサイちゃんだということでした。それでミンチョがロラパルーザの裏話をしてくれます。ものすごく暑い中で60分歌って演奏した後に、ありがとうって吐けていくときに観客から見えなくなったところでサイちゃんが倒れたらしいです。熱中症だったらしいですが、直前までニコニコして会場に手を振って見えなくなったところで倒れたとのことでした。ものすごいプロ根性です。ミンチョも惚れ直したって言ってました。何事もなくて本当に良かったです。するとミサさんも、私も足やけどしましたってカミングアウトします。ステージが暑すぎて途中から靴を履いたらしいです。どんだけ暑かったんだと思いますね。小鳩さんもチューナーがぶっ壊れたと言ってました。本当に過酷だったみたいです。でもサイちゃんがあの中で60本やれて、これでまた強くなったって言ってました。やっぱり前向きです。あとあーちゃんからインキュバスとの出会いの話があって、マイキーちゃんが牛乳を探していたらしく、あーちゃんの後ろにあったので、ここにあるよって教えてあげたら、なんかご飯を食べようという話になって、マイクはメイド服なので何やってる人かなって思ったらしく、
実はバンドメイドだということが分かって仲良くなったみたいです。それで横浜アリーナまでやりきったという話とか、年が明けて新章開幕で番外編もやってレアな曲聴けたでしょうみたいな話をしてました。あとミサさんがあーちゃんとのセッションが楽しかったとか、この日のためにエフェクター買ったりしたとか言ってたと思います。確かにベースの音というか響きがすごかった記憶が蘇ります。あと3年ぶりのアルバム発売の話にもなって、民著が言うには10年間の集大成が詰まった強い曲のアルバムになるらしいです。民著がみんな強いの好きでしょみたいなこと言っていました。はい、好きです。サイちゃんも期待していいよって言ってたので楽しみです。それでここで今後の目標という話になって、サイちゃんから武道館リベンジがしたいという言葉が出ました。武道館はもう気にしてないのかなと思ってたのですが、やっぱり悔しかったみたいですね。私が最初に応募して当選したのが武道館チケットだったので、私的にもリベンジということでぜひお願いしたいところです。あと横浜アリーナをソールドアウトしたいということでした。これはなかなかハードルが高いと思いますが、これもやり遂げてほしいですし、微力ながらこちらも頑張りたいと思います。それで最後はアリーナツアーをできるバンドになるでした。さえちゃんからアリーナツアー行きたいかと言われたので、当然会場からは手を挙げておーって声が上がります。夢は大きくとのことで、ついてこいよということでした。もちろんついていかせていただきます。続けてプレゼント企画が始まって、プレゼントはあーちゃんからはコタムーのヘッド、ミンチョはいつもマイクにつけてるピックホルダー、ミサさんが雷のシールドケーブル、サイちゃんはニューマーチから自分でデザインしたサイン付き T シャツ、コバトさんはハトとハトの足跡がついてるピックトレイだったと思います。それで抽選方法は全座席の番号が書かれた紙があって、それを各メンバーが引くということです。この時に小鳩さんが座席番号が書かれた紙が入っている箱というかカゴみたいなのを持ってみんなのところを回るのですが、本当にお使い中のメイドさんがちょこちょこ動いてるようで可愛かったです。サイちゃんにも言われてましたね。それで席が発表されていくのですが、確かミサさんの時に1階23列10番とニアミスで私の斜め後ろの方が当たりまして、思わずその方とグータッチしてしまいました。最後の小畑さんが選んだ席が2階の2列の2番と、前回ゼップ横浜のニャンニャンニャンでさすが持ってるなと思いましたね。この小畑さんの神がかったような引きの強さみたいなのが、この奇跡のメンバーを集められた原動力なのかなとも思ってしまいました。あとお給仕後の映像配信の話とかがあって、会場からここで一緒に見ようって声が上がるのですが、その時間ないってサイちゃんに言われてしまいます。まあそうですよね。それで次のセクションに入ります。スマイルです。私的には横アリの時も番外編の時もやってくれないかなと期待していた曲ですので、ついに来たって感じでした。スマイルは本当に大好きです。通常版も大好きですが、アコースティック版もめちゃくちゃいいです。途中からあーちゃんのドラムが入ってくるところとかも鳥肌ものですし、アコギの音も曲に合ってますし、ミサさんのベースもエモさ爆発です。サビでのハモリも綺麗でしたし、でもやっぱり主役はサイちゃんの歌い上げる歌声で本当に癒される感じがしました。続けてはイントロでは何が始まったのかわからなかったのですが、なんとバブルです。初のアコースティックアレンジでしたが、めちゃくちゃすごいアレンジでした。しかもみんながコーラスしている感じで完璧なアコースティックアレンジだったと思いました。サイちゃんがセリフっぽく歌うところはみんなのすごい綺麗なハモリが入ってめちゃくちゃ感動しましたし、アウトロのアレンジもイントロと同じような感じでなんかジャジーな雰囲気で本当に素晴らしかったです。曲終わりでサイちゃんからグッズ紹介になります。お名手様に気に入ってもらえてるというようなことを言ってましたが、確かに私はほぼ全て買ってしまいましたね。お名手様限定カラーの T シャツの話とか、例の虎と鶴の絵柄のシャツの話になりました。まあサイちゃんなので虎は当然大事だと言ってまして、みんな虎は大事にしていこうねとか言ってました。でも鶴の件は説明がなかったですね。何なのでしょう、気になります。それでこのコーナーは結構あっさり終わって最終セクションに入ります。最終セクション最初の曲は HGK です。これはオンラインアコースティックでもやった曲ですが、ノーゴッドとかこの HGK をアコースティックアレンジしようとすること自体がすごいです。私的には HGK は演奏も当然大好きなのですが、歌詞というか歌詞の音の響きが大好きなので、アコースティックで聴くとまた違った味わいで楽しめましたし、やっぱりコーラスも素晴らしかったです。次がミラージュです。綺麗な感じのイントロで始まりました。1メロはほぼアコギだけで、サイちゃんのしっとり歌い上げるボーカルとめちゃくちゃエモいコーラスで進行します。2メロからあーちゃんとミサさんが入ってくる感じになって、もうこの演出も最高でした。
最後のあーのところも小鳩さんの綺麗なハモリで癒されました。それでなんとまたキーボードが出てきます。私もですが会場は驚きに包まれました。準備しながら小鳩さんがステージのカーペットの話をしてくれます。私は1階席だったのでよく見えなかったのですが、森の中のお茶会のような感じと言ってましたね。確かにそんな感じでした。サイちゃんはお茶会とか言って否定していたような気がしますが、それでキーボードがセットできたようで、小鳩さんが全員5人がって言ってしまって、ばあちゃんのに引っ張られたっぽって言ってましたね。で訂正して5人全員が楽器を従えてみたいに言ったら、またサイちゃんから小鳩は楽器を従えてるのかみたいに突っ込まれてました、うん、それでも従えてるでいいことになって、5人で楽器を従いながらやれるのって嬉しいし楽しいと言ってました。確かにすごい光景です。当然初めてのことですし、この光景を見れたのは本当にラッキーだったと思います。ちなみにやっぱりサイちゃんは靴を脱いでました。それでいよいよ演奏となるのですが、サイちゃんからこれが最後の曲ですって言葉が出て、私も会場もです。ミンチョがまだ10分しか経ってないよって言って笑いが起きてましたが、本当にそんな感じです。でも時間は確かに経っていて、本当に楽しい時間は早く過ぎてしまうんだと改めて感じました。それで小鳩さんが、私たち横浜アリーナで鍛えられすぎた、でも3時間40分もやった横浜アリーナが異常だったみたいに言ったら、サエちゃんが私たちが喋りすぎたんだけどねみたいに言って笑いが起きてました。小鳩さんがでも楽しかったっぽねって言ったので会場は大拍手です。それでサイちゃんが、今日は私が全然汗かいてないからね、補給時が終わった後で私がどれくらい汗かいてるかでどのくらい暑かったかみんなが測ってるみたいなことを言ってました。そう言われれば私も汗かいてない補給時は初ですね。それで小鳩さんが、楽しい時間はあっという間でしたが楽しかったっぽって聞いてきたので、当然会場は大声援です。バンドメイドのいろんな楽しみ方を見せていけたらと思いますっぽ、これからもよろしくお願いしますっぽで最後の曲になります。サイちゃんのピアノから入ります。デイドリーミングです。もう本当に鳥肌が立ちました。私がこれまでに聞いたデイドリーミングで本当に一番良かったです。サイちゃんのピアノが本当に曲に合ってましたし良かったですし、アコースティックがめちゃくちゃ映える曲だと感じました。小鳩さんのコーラスも映えますし、歌い上げるサイちゃんのボーカルが何と言っても心にきます。もちろんミサさんのベースラインも心に染みますし、ばあちゃんのドラムもエモかったです。ギターソロパートのミンチのギターも完璧にハマってました。もうこのデイドリーミングを見て聴けただけで、この休時に帰宅できた幸運を感じました。曲の最後でサイちゃんがピアノをキュルルンってやったのがかっこよくて可愛かったですね。こうしてまた歴史的なお休時が誕生して幕を下ろしました。本当にあっという間でした。もう感動という言葉では表せない感覚です。本当にバンドメイドありがとうという感謝の気持ちでいっぱいになってお休時を見終えました。この場にいられた幸福感を味わいながら会場を後にしました。お給仕後のサイちゃんのいつものポストは、アコースティックお給仕ありがとうございました、最高に楽しかった、またやりたいな、お名手様との素敵な思い出が増えた、嬉しいです、とってもとっても嬉しい、また会おうねでしたね。なんかいつものちょっとイケイケな感じと違って、アコースティックだからかちょっと優しいというか柔らかい感じですね。いや今回は本当に特別なお給仕でした。初めての聞き入る感じのお給仕で、お名手様のみという安心感と一体感、素晴らしいステージセット、そして何といっても素晴らしい演奏と歌唱とアコースティックアレンジされた素晴らしい曲たち、本当に本当に最高でした。次のお給仕はメイドの日の Z 羽田となりますが、私的にはその前にインキュバスも来ますので、スペシャルゲストとはどんなものか見ていきたいと思います。はい、ということで私としては初となる LINE キューブ渋谷でのアコースティックお給仕についての個人的感想とレポートでした。今回は以上です。それではまた次回。